中から敬語を経由したのだよって昨日の旅さんとか伝えるのだったダッシュ人は
Yeah.
実際お疲れ様です。普段はしないんですけど、最後なんで、ちょっと MC させてもらうんですけど、ちょっとこの僕が美しい女庭師に入ったのが今年の、3月、4月とかで、結構最近入らせてもらったんですけど、まあ、見ての通りというか、わかるかもしれないですけど、僕はこの4人の中で多分一番でも下手というか、でも経験も浅いし、いや俺もそんな僕をもうめちゃめちゃ多分この3人はもっと上手いギタリストとやりたいと思ってるだろうのに、特にも一世とかめっちゃリズムのこととか一緒にやってくれたりとか、リズム合わせるようにデスポール田中君もギターの音作りめっちゃ手伝ってもらったりとか、高大君も夏合宿の深夜練とかでちょっと不安やから一緒にやろうって言った時に、お前会社のもう今深夜練入れるとかみたいな感じで、キレながらもすごい一緒にやってくれてほんまに嬉しかったなと思います。あとは3人に加えて、僕がそのバンドめちゃめちゃもう安定しなかった時に一緒にやってくれた西ちゃんとか、もうちんとか、掛け持ち忙しいのにやってくれて、まりなちゃんも、まあ、引退した中林とかも一緒にやってくれて、ほんまにありがとうって気持ちと、あんまり上手くないギターをみんな聴いてくれて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。最後から2曲やるんで、頑張ってやるんで頑張って聴いてください。
ちょっと、まあ、最後の曲なんですけどね、もしね、最後の曲みんな上がってきたら、高台が家帰るらしいんで、その瞬間僕らはね、まあ、ジョーカーみたいなバンドなんで、下で拳上げて聴いてほしい、最後はどうかよろしくお願いします。僕らね、まあ、僕は、トップ用紙ね、過ごしてきた時間、ほんまに1秒にも満たないほどの速さでしたけど、今日でね、ようやく1秒がね、終わるとしますね、その1秒の最後に、俺らの3年間全部詰め込んで、最後に聴いてください、ユース。